お願いします。お願いします。お願いします。どういう引き方してんの？キング。はい、マッスルです。今回、7月の8日月曜日からですね、7つの滞在のコラボが来ましたということで、マックス100連のガチャをやっていきたいと思います。今回のコラボで、新しいキャラクターは2体となっております。メリオダス&エリザベスとハーレークイーンキングになります。そして目玉はエスカノールの新しい極限進化じゃないでしょうかね。すでに持っている方は羨ましい。本当に。ステータスを確認いたしますと、限界突破をしている最大値がこちらとなります。攻撃力、強いですね。スキルが指定した敵一体のプラスの状態以上を全て解除して、対象全範囲に攻撃力18倍の雷属性攻撃。ポコロン数が80から最大200となるんですが、消費数が10上がるたびに攻撃力が1倍プラスされていきまして、最大30倍の雷属性攻撃ダメージを与えることができます。ダメージだけではなくて、状態以上全て解除してというところがポイントですよね。イコール高難易度のクエストで今後どんどんね、利用できる機会が増えてくるんじゃないかなというところですね。そしてもう一つポイントがありまして、それがリーダースキルですね。自身がスキルを発動する際に 100% スキル発動用ポコロンが消費されない、制限回数は1回ということになりますので、要約するとスキルを2連撃できるというとてつもない強さを秘めてますね。欲しいエスカノール。こちら見た目も超かっこいいですが、えげつない強さを持っています。リーダースキルは、非属性モンスターの物理とチェーンスキルの攻撃力が 75% アップ。スキル、ポコロン数100って、自プレイヤーのヒットポイントを 40% 回復して、3ターンの間、エスカノールの攻撃力を5000アップさせていくと。ターン経過ごとに5000アップして、最大1万5000プラスされると。いうことになりますので、2万1000弱いくという理解だと思うんですね。攻撃力が上がると分かりやすく数値として乗ってきまして、一つ例を挙げると、北斗の拳のコラボの時の時がですね、リーダースキルで攻撃力をバフかけることができるんですね。非常にですね、強力で高難易度では大きなダメージを与えるキャラクターっていうのがすごく譲歩されていますので、ステータスが高いというのは最重要ポイントの一つでもあります。そしてチェーンスキルで攻撃力に 1.5 倍の属性攻撃がつくということなので、最大2万1000くらいになったものに対して 1.5 倍の属性攻撃となり、さらにリーダーにしていれば 75% つくということで、これは本当に欲しい。もう一体妖精王のハーレークイーンキングですね。こちらも最高峰の能力となります。もうポコロンダンジョンズ大好きな方はもうよくわかりますし、これから始める方は参考までに聞いていただければと思うんですが、スキル指定したポコロンに攻撃かける1倍の森属性を50回と、2ターンの間コンボ数を50上乗せするということで、この50上乗せがやはりねすごいですよね。ダメージもそうですが、コンボシールドも高難易度にどんどん増えてきてますので、すさまじく譲歩されますね。ただびっくりしたのは、数ヶ月前に北斗の拳コラボがありまして、そこの時も森属性のコンボ上乗せだったので、森2回来たなというね、率直な感想ですね。私は時持っているので、ハーレークイーンは一番の欲しいキャラクターではないんですね。理由としては、コンボ数上乗せのキャラクターを2体連れていくことってあんまりね、まだそういう場所に出会ってないので、1体いればいいんですが、絶対欲しいキャラクターの一人でもありますよね。最高に強い。今回もコラボメダル交換所というものがあります。他のコラボモンスターを担保としてコラボメダルで交換していくと。今回マックスで100連するんですけども、私の経験ですが、100連で1000枚のキャラクターと交換するっていうのは
相当な運じゃないとできないので、150連くらい引くことができれば1000枚キャラクターと交換することはできるかなという印象を受けてます。ちなみに私が持っているキャラクターはこちらのみですね。ではガチャやっていきたいと思います。まず黙示録の4騎士パーシバルが出るまでの無料引き放題ガチャがありますので、こちらをやっていきたいと思います。出てくれることはなかなか考えられないですが、奇跡は信じたいね。いきましょう。さあ、お、雨、チャンスタイム。あー、ありがとうございます。せめて雨たくさん降ってほしいですよね。ありがとう。ちょっと運貯めれるのは嬉しい。はいはいはい、マックス10連くらい行ってくれたら嬉しいですよね。行くかな。さあどうでしょうか。雨はまだ1回、炎は出てるが雨がまだ1回。炎はめっちゃ出てる。雨はめっちゃ出るやん。君、炎めっちゃ来るな。雨はうわ終わった。臭い。これが僕の魔力ホープ。いいですね、デザインも。もう一枚いきましょう。お、雨もう使わないよ。雨2回目、いいですね。奇跡起きないかな。あー嬉しい。あ、虹3回か。 OK、 いいですね。運気貯めれるのはありがたいので、はい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 。さあどうでしょうか。まだいける、まだいける、まだいける。もう1回くらい雨見たいですよね。さあどうだ。まだいけるぞ、まだいける。雨、雨来てくれ、雨来てくれ。炎はすごいな、炎はすごい。雨来た、よし。さあ来い来い来い。あ、でも運気上がるのは嬉しい。さあ、おいいじゃないですか。結果は13連できました。素晴らしいと思います。別の動画で10周年の引き放題ガチャをやったんですが、5連とかで終わったんですけど、引き放題という名称がついてて10連ガチャっていう名称もあるので、11回以上引いてくれないと引き放題としての魅力ないよねみたいなぼやいてたんですけど、これはね嬉しい。単純にマックス100連エスカノール、カットインも見たい。では行きます。10連目お願いします。まあ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 、さあ止まったらワンチャンあるぞ。はいはいはい。まあ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 、こんなもんですよ。 0.8% ですからね。お願いします。カットイン来て、あっ、さあ20連目21、お願い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 。30連目行きたいと思います。そろそろ演出お願いします。来た。ただコラボキャラクター多いんですよね。めっちゃ出た。さあ、おい、まだあるぞ。ここか。お、来い来い。あー、この金か。当時はめっちゃ強かった。おい、くー、いやー戦いですね。40連目いきましょう。演出ガンガン出てくんないと当たられんぞ。よし、
いや止まるはずかなり。1、2か。さあさあお願い。おチャンスチャンス。あーこっちかー、こっちの番か。まだあるぞ。お願いしますお願いしますお願いします。50連目になりました。演出2回はめちゃめちゃ嬉しい。ただその演出の中で弾けないこの運のなさ、頼む。あー演出切れちゃったか。いやでも 0.8 は、あでも21か。ちくしょう、まだある。お願い。あー60連目折り返しとなりましたね。遠いなー。お願いします。よし。演出3回目なので、いいね、いい運はここまでは持ってるので、ここで弾けるかどうかだけども、晴れてんだもんな、晴れてんだよな。めっちゃ虹出た。お願いしますお願いしますお願いします。あーどういう弾き方してんの。あっキング。では70連目いきたいと思います。終わり見えてきちゃったけど、頼む。まだ一体も出てないからお願い。よっしゃ。チャンスはいただけているので、弾けない私の運がないだけだな。お願いする。虹だしね、いけるでしょ、いけるでしょ、いけるいけるいける、いっ止まれ。あーおラッキー、来い来い。わっキング、ありがとう、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいけどまだ行く。80連目ということで、もう一回くらい演出、来い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 。虹 0.8%。 うわ最後だけ。止まれ止まれ止まれ、止まって止まって止まって、ポン。90連目、ラスト20連です。100連使ってんだから、せめて交換できるいいやつ来い。くぅ、危ないて。虹は2。はい、止まれた。お持ってないやつ。あ、持ってなかったんだ。そうか、交換レートいくつなんだ。はい、エリザベスを入れて、さあどうでしょう。760。エリザベス50か。ラスト100連目になりましたが、交換メダルが1000となるようなキャラクターが出るか、エスカノールまたはメリオダス&エリザベスのどっちかが出ない場合は、多分ですがリベンジします。お願いします。きたー、最後にふさわしい回になった。お願いします。ラスト2個か。跳ねろ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 跳ねまたキング。キングを踏まえて確認していくとどうでしょう。嘘だろう。リベンジしますわ。